どうも村上宗隆です。違うか、吉田サラダです。 We love サローズっていうことで、ヤクルトスワローズ2023春季キャンプ終了しました。お疲れ様です。僕ね、そのうちのキャンプ3日間ほど行かせていただきました。本当にね、行って思ったのが、改めて思ったのが、ヤクルトスワローズ本当にいいチームだなと。奥村選手筆頭にね、もう明るくて元気ある選手がいっぱいいて、そしてね、和気あいあいとみんな仲いいなと、ファミリーだなっていうね、もう空気がもうこっちまで伝わってきて、こっちまで幸せな気分にしてくれる、本当にヤクルトスワローズでよかったなと改めて思わせてくれました。キャンプ行った感想なんですけどね、本当は若手が頑張ってるなと、楽しみで仕方がないと思っております。僕キャンプ行った日夜に着いたんですけど、その日の夜ね、真中満臨時コーチが沖縄最終日だったんですよ。臨時コーチを終えて明日の朝帰るっていう日に僕着いたんで、真中さんにあの最終日ご飯連れて行っていただいたんですよね。その時に真中臨時コーチ、コーチ終えてどうですか、今年のヤクルトどうですかって聞いたんですよ。そしたら真中さんが、サラダいいぞ、若手がすっごくいい、なんかね、みんな貪欲でもうやる気に満ち溢れて、すごくみんなが伸びてきてる、レギュラーと控えの差がすごく縮まってる感じがするよって教えてくれたんですよ。もうそれ聞いてね、初日からテンション上がりまくり、焼肉も食いまくり、おっとごちそうさまでした、ありがとうございます。いやー、若手がねそうやって伸びてきてるって聞いて、もうテンション上がりまくりですよ。そして次の日からあの浦添のキャンプ見に行かせていただいたんですけどもね、キャンプでめちゃくちゃ嬉しいことがあったんですよ。ちょっと皆さんにご報告です。青木宣親選手が記者の方と喋っててインタビューを受けてたんですね。でちょっと離れたところで、あー青木選手やーと思ってて見てたら、青木選手から、あサラダさん来てたんですかって言って挨拶してくれて、あどうもって、お久しぶりですって言ったら、サラダさん YouTube 見てますよって、青木宣親選手が言ってくれたんですよ。青木宣親選手この YouTube 見てくれてます。めちゃくちゃ嬉しい。俺その瞬間泣きそうになりました。感動して、ほんまに。あと一個感動した、また感動したのが、松本雄一コーチですよ。松本雄一コーチも、あサラダさんはじめまして、松本雄一と申しますって、あ丁寧な挨拶していただいて、あどうも吉田サラダと申しますって言ったら、いつも YouTube 拝見させてもらってます。って僕ね、なんか作戦とか、あねもう素人ながら、素人の意見でこうやった方が良かったんじゃないでしょうかとか、素人が勝手にね言ったりしてるんですけど、うわそれ聞かれてんや思って恥ずかしいって思ってたら、松本雄一コーチが笑いながら、参考にさせていただいてます、いや嘘つけって何言うてんねんみたいな感じで、本当優しい明るい人ばっかりなんですよ、ヤクルトスワローズ本当にいいチームだなと思います。ブルペン見ててもね、伊藤智さんがいて、あ智さん、あのブルペンで金久保投手が投げてる後ろでこうやってね真剣に見てはったんで、あちょっと今は挨拶できないなと思って遠くから見てたんですよ。そしたらね、あの金久保投手がいい球を投げたら、でちょっとね、引っかかったかして、変な球投げちゃったんですよ金久保投手が。だから、今の球はちょっと違うかー言って僕の方見て言うたんですよ。いやいや、あ気づいてくれてたって、ほんでよ来たんかみたいな感じで、優しい明るい方ばっかりで楽しかったです。金久保投手本当いい感じでしたよ。なんか低めにズバズバ決まってて、そしてねピッチャーで気になった吉村投手ですね。ドラ1の吉村投手いいですね。先発ローテ入りそうですね。ローテでね、何日で回すんやろうとか今からもう楽しみ、これが勝手に悩んでるんですけど、僕がそれが楽しみで楽しみで仕方がないですよ。そしてね、打つ方でね、やっぱり、注目したいのは外野ですよね。外野の内山選手、丸山選手ですよね。
内山選手ね、もうオープン戦でもすごい活躍してますけども、やっぱりキャッチャーはね、もううちにはムーチョがいますから、コンスタントに出るのは難しいと。そうしたらね、試合に出るためにはやっぱり外野へ挑戦っていうことになると思うんですけども、外野もね競争率が激しい。丸山選手もいてね、山崎選手もいて、青木宣親選手も黙ってはいないと思うんですよ。そしてね、塩見選手がちょっと出遅れてるからどうなるんやみたいな。だからね、もうこの競争でも、この競争がヤクルトスワローズ、我らがヤクルトスワローズを強くしてるんだという感じがね、もうひしひしと伝わってきて、今年もセリーグ優勝は間違いないと。そして日本一奪還絶対してくれるなと思っております。皆様ね、今年日本一に向けて頑張って応援していきましょう。これからオープン戦ね、ちょくちょく動画上げていきますんで、皆さんも見て一緒に共有して、勝った時は嬉しい、負けた時は悔しい、共有しましょう。よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴーサローズ、若手頑張れ、でも青木選手も頑張ってほしい。